皆さんこんにちは、バロです。シビライゼーション6続きをやっていきたいと思います。では進めていきましょう。次のターン、時代は1930年ですね。原子力時代。さてこれからどういう風になっていくかだね。あと労働者をちょっと作ってね、前回からずっと言ってんだけど、はい、塩とチョコレート買いましょう。君さ、ちょっと国境開いてくんない？チョコレート変えられないじゃん。じゃあダメじゃん。よし、これで OK。 お金持ってんな。3000円ぐらい持ってんな。とりあえずちょっと一回国境開いてもらって、あとね、このサラディのとこだけなんだよ。イスラム文化のところだけマップがね、解放できてないから。ノルウェーのスパイはレベルアップ、誘惑を得ました。月を目指せ。失敗しても星にたどり着けるかもしれない。はい、高度な弾道学。お、来たー。現在のミッション、ロケット実験の公害、ミッションの成功。回路で進めていたミッションが成功。スパイは発見されませんでした。よし、これだよ。思いっきり成功してね。いいね。よし、じゃあこのままの勢いでユキさんには、工業、これをまた公害してもらおう。よし、いいじゃん。ではこのひなの考古学者で難破船を開けていくか。ここに行ってもらおう。さてあとはここで、では使徒ローマで宗教を持たない。はい、仙台で何が作れるかってやつだね。そろそろ人口も増やさないといかんな。住宅プラス2、これを作っておくか。青森、てかもう発電所ばっかり作ってんな。盛岡は工房ね。それはいいとして、労働者買えない？買えないね。640円必要。さて次は人工衛星、これをアンロックしていきたいけど、先にこっちをアンロックしていくかね。化学合成物質、これだね。よし、どの大切でくだらない話から始めよう。よし、ソーシャルメディア。ただどうかな。これいいんだよね。属国にしている、都市国家ごとに文化力プラス 10%、 これもいいしね。自国名、自分名と交易路がつながっている文明の観光プラス50。うわ、どうかな。いやー、変えれるもんないなー。このまま行こう、しょうがないから。はい、あ、ゴールド、熊井から208ゴールド。ソーシャルメディアの成立は情報時代において人類の未来を左右することだろう。情報、時代スコアプラス3ですね。よし、てか全然足りてないんだけど、これ大丈夫かな。ユニットに命令、これは生産力。
で、君はどうすっかな。ここに入るか？はい。使徒はレベルアップ。あ、これいいじゃん。布教の対象となった都市から他の宗教の圧力を75%、減少させる。よし。あっけんの。この人あれだな。バルチザン。これいいね。ゲリラ指揮官。これをレベルアップにしとこう。よし。そんで、都市の区画建設に対するプラス20%。これいいね。お金を上げていくか。ゴールド。か、軍事。さて。どうしていくかね。じゃあ、軍事系な。都市に、固有施設である都市公園を建設できるようになるアピール2、文化力1、水面に面している場合は、快適性プラス1、君にしよう。君を、そうだね、長野、もしくは福岡に配属させよう。長野。長野、長野。ん？長野はどこだ？長野。よし、ここに、着任させて、東京では、証券取引でもいいんだけど、空港を作るか。よし。では、早期発見。これをやっていこう。よし。っていうかさ、これ、236時代スコアがいるんだけど、全然足りてないな。よし、では、ヒナが、沈没船だ。よし、難破船じゃない。秘宝を取っちゃおう。はい、日本帝国が歴史に名を残す。世界初の海洋考古学調査での、わ、なんていうものこれ。西なんやら灰が発見された。発見され、大海原であろうと歴史の秘密を隠し通せないことが明らかとなった。1935年、時代スコアプラス4。おいしい。おいしい。さて、秘宝は？あなたの考古学者であるヒナが、北条時宗と南蛮の海戦で沈んだ船の残骸を見つけました。今回の出土品はルネサンス時代のものと思われます。この史跡からどの国の秘宝を発掘するか選択してください。いや、自分とこでしょう。聖杯。いいね。ここだ。それから、堀沿いができたからいろいろ盗むことできるな、これ。おいしいな、これ。美術館も。よしよし。そろそろスパイでいろいろ盗んじゃおうかな。いいね、美味しいね。あと、ここにもあるんだね。ただ、難破船は、あと、ここか。お金も貯まってきたね。さて、
日本で京都の午後と言ったらそれは最高の時を過ごすという意味だ。どういうことだこれ。あ、娯楽施設ね。なるほど。全部できたってことだ。時代スコアプラス4だね。よし。では、開けので、ちょっと待って、ローマの、役前ここか。傑作がないんだよな、お前ら。まあ、いっか、とりあえず。じゃあ、お金盗んじゃおう。よし。うん。では。さて、ひなで、ここまで行って。よし。秘宝。はい。では、君で。こっち。アンティウムに入るかな？あれ。よし。さて、大阪もそのまま繰り返して。まずは秘宝。北条時宗だね。はい。ん？銀か。よし。いいね。いいね。よし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 。では、京都。これだ。マラカナンスタジアム。よし、作るぞ。そんでもって、仙台。発電所。てか、全然足りないな、本当に。時代スコアが。せめて236まで行きたいんだけど。世界遺産をいろいろ建てないとこれダメだな。このままだとね。そしてここもボーナスもらえるな。あ、ここにもあるわ。難破船。よし。沈没船か。この辺もどうするかだね。さて、ポリエステルに慈悲をかける必要などない。この一点に関する限り悪魔と神の意見は一致している。よし。化学合成物質アンロックしました。そしてキャンププラス1。そんでヘリコプターだね。うん、アンロックしましたね。よし。まあそのままはい。よし。じゃあ君でここに入ろう。よいしょ。沈没船ね。さて他のユニット葵さんで、まずはとりあえず情報成功の確率を上げておいて、福岡、あ、これすごいな。すべての都市の科学力プラス 20%。キャンパスに隣接する必要がある。なるほどね。ちょっとさ、それもいいんだけど。文化力を上げていきたいな。そして、いろいろとアップグレードできるんだけどな。アップグレードしとく？ヘリコプターできないな。1240円。もうちょっと時間がかかる。そんでは科学で核融合核分裂をアンロックしていくかね。よし。はい、特殊部隊。さて、ではこれで石像を作ってみましょうか。労働者でね。はいはい、こんな感じだね。巨石人銅像。文化力と信仰力が上がる。はい、では次へ。
すごいね。都市っぽい、すごく。いいね。ロシアがアステカの悪事を非難しました。めっちゃ綺麗だよね、本当に。とりあえずお金が。完璧な計画を来週実行するより、まあまあの計画を今すぐ断行する方がはるかに良い。なるほど。早期展開。空港が存在する。空港上同士の間？なるほどね。陸上ユニットを運送できるようになりました。すごいな。すべてのユニットの経験値プラス25%。なるほどね。さて、ミッション成功。生産施設の郊外。ここだね。素晴らしい。ユキさん、素晴らしい。それでは技術ブーストそのまま盗んじゃわない。ちょっと24ターンプラスにしておこう。京都はそのまま。そんで、生産施設、静岡、エレクトロニック工場に入ろう。よし。そんで、さて、グローバル化。美味しいな。全部美味しいな。まあいいや。よし。グローバル化。これをアンロックさせていきましょう。この辺も発展しているね。いいね。労働者。では、ここに、農場。これでまた少し人口の伸び率が上がるね。ブラジルとロシアが同盟を組んだ。お、アルミをくれ。アルミオタク持ってるけど、大丈夫なの、それ。琥珀交換、どっかの国と交換しなかったっけ？君さ、そんなことはいいんだけど、これちょうだいよ。これと、これダメか。わあ、すげえ持ってかれる。すげえ持ってかれるな。まあいいか。23。30ターン20。いや、これはさすがにきついな。逆に払って。よし。これでいこう。絵を一つもらったな。あとは盗んでいくかね。バレたな、モンゴル。また熊井からお金をもらいました。長野に行くなら夏が一番と言われる。陽が暮れ？でいいのかな？ウォーターパークに明かりが灯る頃。遊歩道は夕涼みの人々で賑わう。その様子は一見の価値があるそうだ。1940年、時代スコア4。まあ、とりあえず、明野さん。明野さん、とりあえずレベル上げとくか。照明は、このまま、防衛活動ね。それから、長野で、遊泳施設ができましたね。これ、素晴らしいね。いやー、素晴らしい。そして、由美子さんは、逃げましょう。徒歩で。失敗。殺害されました。殺されちゃった。エレバンで殺害。うわー、マジか。しょうがない。生産横浜で、じゃあスパイを作ろう、そのまま。で、長野では、
ワンコでは偉人、技術者。この都市に快適性プラス1、この都市の住宅プラス1。よし。もちろん首都だよ。よっと。では次へ。もう一回できるね。あと16ターン。ユニット。アレティウム。ここに来れたね。では、ここ新島に変えて。よし。熊へ。ユダヤ教。何？どこだっけ？ここだっけ？あれ？バロニスってどこだっけ？だんだん都市国家がなくなっていくな。さらに核開発を続けても、瓦礫をさらに細かく砕く役にしか立たないだろない、核分裂だね。ここだ。スキタイが落としたんだね。マジか。熊へ。よし、来た。ヒナ。これで秘宝。よし。では、名古屋。大阪。仙台にやっぱり入るか。よし、仙台で。快適性プラス1と住宅プラス2。よし。これを入れておいて、ラベンタとアーマ。じゃあ、アーマ。はい。ミイラ。こんな感じだね。彫刻も移動できるのか。まあいいや。さて、どんな感じ？もう文化力が全然違うね。桁違いに違うね。科学力も我々が1位なんだね。まあ、制覇はモンゴルが1位。はい、その名古屋。名古屋。住宅を増やすより、ちょっと軍備を整えていくかな。じゃあ、戦車にして、とりあえず騎士をヘリコプター。よし。盛岡、123ね。じゃあ、そのまま放送センターを作るか。では、研究で、ロボット工学。それから人工衛星。ロボット工学。先にこっちをアンロックさせておきますか。よし。あと14。時代スコアがあと14いる。いやー、大丈夫かな。そしてここのアルミニウムも入ったね。いいね。シーサイドリゾート。さて、あと20ターンでできるかな、シドニーオペラハウス。できてほしいんだが、まあ、とりあえず今回はこの辺かな。
というところですかね。次回また、やっていきたいなと思います。で、どこだっけ？これだ。マラカナンスタジアム、世界遺産だね、を作っているのと、あとここにシドニーをオペラハウスを今制作中です。まあこれができることを祈りつつ、やっていきたいなと思います。それではまあ今回はこの辺で終わりたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。